完全に気づいている。まずいわ。容姿では私の方が勝ってると思うけど、座席の位置が悪い。男は結局近くにいる女に心を許してしまうもの。あの女が座っているところを何とか奪わなくては。ブラックワールド。さーて、今日もやっとりますか。私の名前はリサ。理想の結婚を追い求める孤高の戦士。港区界隈では合コンハンターだなんて言われてるらしいわ。私も有名になったものね。ただ結婚を急ぐような野良婚活女子と一緒にしないでほしいわ。年収、容姿、性格、周囲の女へのマウント、どれも妥協するつもりはない。なぜなら私は可愛いから。今日も夜の戦場へ、未来の旦那様探しよ。どちらで働かれてるんですか？大したことはないんだけどね。外資系コンサルだよ。アクセンチュア、聞いたことある？アクセンチュアってあのアクセンチュアですか？すごい。やれやれ、そんな風にはしたなく飛びつくもんじゃないわ。企業名だけで飛びついてしまうのは二流の女のやることよ。そもそもここにいる女の大半はコンサルってのがどういう仕事かまるで分かってないのよ。外資系コンサルって言ったら基本的には戦略コンサル。でもここにいる女は戦略コンサルと総合コンサルの違いも分かってないわ。戦略コンサルティングファームっていうのは一言で言うならビジネスの最も上流にある部分。例えば Google がすごすぎて勝てない、どうすればいいんだろう、自動運転や AI が普及してくるけどどうすればいいの、というレベルの相談を経営層にアドバイスする仕事がこれにあたる。なんだこの子、さっきからブツブツ言ってる。代表的な外資系コンサルのビッグスリーはマッキンゼイ&カンパニー、ボストンコンサルティンググループ、ベイン&カンパニーね。この3社は平均年収1500万円から2000万円は固いわ。ねえ、リサさんもゲーム参加しようよ。戦略コンサルに対して総合コンサルはシステム開発や業務改革、プロジェクトの仕事が多いわね。リサさん IT ツールの導入に対していつまでにどんなタスクをこなすべきか、スケジュール管理、上長への進捗報告資料の作成など、プロジェクトマネジメント業務が大部分を占めているわね。アクセンチュアは総合コンサルに位置づけされている企業。少数精鋭の戦略コンサルに対して総合コンサルは採用人数が多いわ。特にアクセンチュアは最近採用人数を増やしているし、平均年収は必然的に下がり気味になるし、週4で合コンをしている私にとってはさほど珍しい存在じゃない。リサさん。いいよ、遊ぼう遊ぼう。まあアクセンチュアのマネジングディレクターみたいな上位職は年収2000万円を超えるし、役員にさえなってしまえば5000万円は狙える。もしも上位職に上り詰められるような逸材なら狙い目だわ。でも日本のアクセンチュア従業員は約1万5000人。上に上り詰めるっていうのは並大抵の人間では無理ね。アクセンチュアっていう名前だけで年収が高いと思ったら大間違いなのよ。わかった、おバカ女ども。なんかリサさんこっち見てるんだけど。いいよいいよ、気にせず遊ぼう。ま、年収なんて気にしないっていう女ならアクセンチュアでもいいかもね。アクセンチュアの中でもアナリストなら平均568万、エンジニアなどの技術職なら616万、コンサルタントなら902万、マネージャーで1060万って感じだし、この男が本当にコンサル職ならだいたい900万前後が年収ってとこかしら。マネジングディレクターなら平均2000万円。この男がマネジングディレクターになれるなら狙ってあげてもいいけど、まだコンサルタントだし、ゆっくりと会話をしてこの男の将来性を見極めることが重要ね。バカ女たちは群がって騒いでいるのを見てわかる通り、外資系コンサルはマウントを取るにはもってこいの仕事だからね。さーて、私もそろそろゲームに混ざろっかな。あ、リサさん、なんか考え事してたみたいだけどもういいの？ええ、大丈夫よ、気にしないで、ありがとう。お前みたいな低能で街頭によるハムシみたいに男に群がる女に気にされるようなメンタルしてねえから。ねえねえ、聞いた？リサさん、彼アクセンチュアのマネジングなんとかって仕事してるんだって。え？部下の誘いでちょっとこういう場所に来てみただけなんだけどね。
まあゆっくり楽しく会話させてもらえればと思うよ。ぜひぜひ一緒におしゃべりしましょう。ついに見つけた、激レアアクセンチュアのマネジングディレクター。年収2000万円、伝説のポケモンに初めて会ったくらいの感動。絶対にこの男私のものにしてみせるわ。うう、酔っ払った。あらら、大丈夫？ほらお水飲んで。おっとっと、ダメよお水は。ほらこのミネラルウォーターを飲んで。え？この女ただのバカじゃない。気づいている、この男の価値。マネジングディレクターという職位の貴重性を知っている目だわ。私にこの男を取られまいとハイエナのようにかっさらう気だわ。いやいや、わざわざ購入したミネラルウォーターなんて飲まなくても大丈夫よ。何言ってんの、同業の水道水なんて飲めたもんじゃないんだから。それにマネジングディレクターさんなんだからミネラルウォーターの代金くらい惜しまないわよ。ふふん、完全に気づいている。まずいわ、容姿では私の方が勝ってると思うけど座席の位置が悪い。男は結局近くにいる女に心を許してしまうもの。あの女が座っているところをなんとか奪わなくては。ああ、ごめんなさい、そこのメニュー表を取ってくれます？え、あんたの方が近いじゃん。いや、ちょっと腕痛めてて伸ばすのがしんどいんですよ。し、しょうがないわね。な、かかったわねバカ女、私の戦略勝ちよ。バカな、この女そのベストポジションは私が虎視眈々と狙ってやっと手に入れた場所なのに、それをあっさり奪うなんて素人の動きじゃなかった。こいつプロだ。さあさあ、このお水を飲んで。あらあら、ひっくいたなんて、よっぽどたくさん飲まれたんですね。大丈夫ですか、解放しましょうか。ちょっと、そこのメニュー表を取ってくれないかしら。あら、さっき言わなかった、私腕を痛めてるの。他の人に取ってもらって。くっ、勝った。私の容姿プロポーションを全力で発揮すれば落ちない男なんていない。長かった合コン戦争もこれで終局ね。リサちゃん可愛いね。俺のマジ好みのタイプだよ。すみません、もう飲みすぎないでくださいって言っておいたじゃないですか。この人酒癖が悪くて、実は今日誘ったのは俺じゃなくてこの人で。そうだったんですか。可愛い子と飲みたいって言い出して今日の合コン来たみたいなんですけど、案の定飲みすぎて女の子不快にして。バカ野郎、不快になんかしてねえだろ。ねえリサちゃん。ええ、大丈夫ですよ。大丈夫だ、これくらいだったら耐えられる。逆にここで気に入られておけば結婚まで秒読みの状態に持ち込める。リサちゃん、おっぱい大きいでちゅね、ジュジュしちゃおうかな。ちょっとすみません、本当すみません。なんかないわ、その男あんたに譲るわね、お幸せに。リサちゃん、すみません、本当すみません。そんなこんなで大当たりの男の致命的な欠陥が見つかり、その日も私は誰にもお持ち帰りされることなく帰路に着いた。はあ、やっと合コン戦争終わると思ったんだけどな。よっ、あんたもどうやら孤高の戦士みたいね。まあね、あんたも。ええ、あの男ここ最近で一番の狙い目だったのにね。まあ天は二物を与えずってやつなのかもね。だからってあれはひどすぎでしょ。まあね、まあ今日は敵同士だったけど、早いところこんな戦争から抜け出しましょう、お互いに。そうね、20代のうち最も輝いていられる時は今日だ。私はまた一番輝いていられる時間を失った。だけど私は妥協しない、理想の男を我が手中に収めるために。ここまで見たお主らは見込みがある、チャンネル登録をしていくがよい。